朝日杯将棋オープン戦は、朝日新聞社主催の将棋の棋戦。2006年度で終了した朝日オープン、将棋選手権の後継棋戦として2007年に創設され、開示も第一回と改められた。優勝賞金は750万円。一時、予選、二次予選、本戦を行って優勝者を決定する。全棋士とアマチュア選手10人、女流棋士3人が参加する。 持ち時間は各40分でテレビ棋戦とは異なり、持ち時間を使い切った後は一手一分未満で指す。本戦シードは8人、2次予選シードは16人で、シード順位は以下のように定められている。第1回の前回ベスト4、前回本戦出場者には2006年度の朝日オープン将棋選手権の成績が適用された。 前回ベスト4タイトル保持者衛星消防者前、岸参加期戦優勝者前回本戦、出場者順位戦上位者前進の朝日オープン、将棋選手権では、タイトル戦と、同じく挑戦手合制の5番勝負、さらに前進の全日本プロ将棋トーナメントでは、決勝5番勝負が採用されたが、本期戦は、決勝戦も含めて、すべて1番勝負でのトーナメント期戦である。 持ち時間は短く、一人が1日に2局対局することが多い。本戦は基本的にすべて1日2局であり、準決勝と決勝でさえ同じ日に行われる。2021年2月より、本戦トーナメントベスト4まで勝ち進んだ、女流騎士及びアマチュアに、騎士編入試験の受験資格が与えられることとなった。 16ブロックに分かれ、トーナメント方式で2次予選への進出者16名を決定する。アマチュア選手と女流騎手は1次予選の各ブロックに一人ずつ割り振られ1回戦から出場する。朝日オープンの一斉対局を引き継ぎ、アマチュア選手の対局は10局とも同日に開催。関東では朝日新聞東京本社、関西では大阪本社もしくは、 関西将棋会館で午前と午後に分けて5局ずつ、公開対局で行われる。なお2015年度現在で、アマチュア枠、女流枠から一次予選を突破したのは、アマチュアは、第3回の清水上通ると、第9回の森下祐也の2人である。女流で突破した者はいない。アマチュア枠に対するプロの対局者は、新人すなわち、騎士番号の大きい方から10人が選ばれる。 一年に誕生する新四弾は通常4人であるためプロ入り一年目の新人は必ずアマチュア選手と対局することになる。畠山鎮はプロから見たプロアマ一世対局について騎士としてのスタートの時期に負けられない戦いです。負けた新四弾の姿は痛々しいものですと述べている。第14回は新型コロナウイルスの影響で 朝日山名人戦の開催が延期された。このため、アマチュア出場枠は前期、朝日山名人、学生名人の二人のみとなった。一次予選からの勝ち抜き者と二次予選からのシード者が八、ブロックに分かれ、トーナメントで本戦出場者八名を決定する。トーナメント表は二次予選進出者とシード者が一回戦で対戦するように組まれる。二次予選の勝ち抜き者と、 本戦シード者がトーナメント方式で優勝を争う。本戦進出者とシード者は1回戦で対戦する。準決勝、決勝は2月11日に東京、有楽町マリオン内有楽町朝サヒホールにて公開対局で行われる。2016年度からは本戦1回戦、2回戦の半分も公開対局で開催している。開催日時と会場は以下の通り。 ベスト4以上の結果は以下の通り、称号、段位は対局当時のもの、以下は2018年現在、ありがとうございます。